はい、こんにちは、サルーインです。いきましょい。第1回、ステント一戦、カリアフレコ実況。はい、というわけで先日開催した飛天対戦カッコカリの6戦目の動画となります。いきましょい。6戦目は何を使ったんだっけかな。一応ね、全部違うデッキを使ったはずなんですよね。で、一応あと確認したら私全部で10戦でしたね。12戦か10戦どっちかかと思ったら10戦でしたね。なんだかんだで2時間で10戦か。こんなもんですかね。うん、かな。一応ずっと席には座ってて、まあ、確かにちょっとライン間にやりながらとかはしてたんですけど、まあ、若干だけ最初にマッチングしなくて、ちょっとだけマッチ時間とかはありましたけれども、言うてすぐマッチングとかしてたから、そんなにね、マッチ時間とかなかったんですけどね。うん、まあ1試合が8分とか、まあ場合によっては10分弱、まあ準備時間も込めて 1試合10分とすると、まあ10戦やって100分、1時間40分、ああ、でもそうですね。そんぐらいか。まあそうなるのか。なるほど、なるほど。うん。ということで、私のデッキはですね、ちょっと特殊なデッキなんですけど、6枚の復活飛天デッキみたいな。ちょっと回転率を良くした。で、一応あと馬多めにしてっていう感じですね。まあ正直、こんだけの馬の枚数扱える気はしなかったんですけど、まあ死にながらなら頑張れっかなと。いうことで、ちょっと組んでみました。はい。で、お相手のデッキがですね、4枚の、出ましたね、こういう形ね。なんかこの形やっぱり、うん、バランスすごくいいなって思います。多分この飛天、今飛天使うならこれなのかなって気がしなくもないですね。やなるほどって感じですね。多分なんかむしろ有名なプレイヤーさんとかこれ使ってるんですかね、わかんないんですけど、やっぱこの形はなんかね、全国とかでもたまに見るんで、まあ割とありなっていうか、まあ本当兵士バランスもいいし、うん、各武将がしっかり仕事しますからね。まあ、飛天、まあ4枚、まあ、飛天って5枚ぐらいの方が安定しそうな気もしますが、4枚でも、うん、まあまあ強いでしょうね、このデッキは。ということで、一応この方は多分一般参加してくださった方だと思うんですよね。うん、まあ一応今回はね、事前応募が寂しいぐらい少なかったんですけど、今結構ね、当日参加してくださった方いっぱいいましたし、あと戦友グループ以外のところでも参加してくださった方いたっぽいので、ありがとうございますってことで。じゃあ行きましょうか。まあ、正直私はもうね、このデッキ、自分のデッキに振り回されまくってた気がしますけどね。もうとりあえずね、勝つ持ちなんでガンガン行こうぜっていう。で、柵はないんで、ちょっとグスちゃん守るには不安なんですけど、うん。でね、オートちゃんがね、怖いんですけど、まあ、そこはなんとかうまいことごまかしていこうかなと。まあ一発でも工場取れれば上等とかを見るからね。まあまあ最初はグスちゃん落ちてもいいんでね。いやー、デューティーに入んないか。いやー、そこうまく超運が頑張れてれば、あれなんですけどね、加工トン、加工トンじゃねえ、加工園倒せたんだろうなと思いますね。絶対とオートちゃん倒していき、これデューティーにそのまま帰らしちゃったんだよな、確か。次デューティーに一回もう一回上げ直して関移るぐらいしなきゃね。で、これ加工園倒せなかったんですよね、ギリギリ。いや、むしろゲンガンとか死んだ方が早いんじゃないかな、これ。いちいち返さなくてよかったんじゃないかとか思わんでもないけど。鳥類初めて使った気がする。ゲンガン帰ったね。一応帰った方がいいか。まあ、ここまで来たら帰らんとね。で、ここはデューティンで、なんとかカンを抑えていこう。絶対無理だけどね。絶対に無理。まあ、序盤からしっかり濡れてればね、逆に内乱戦取れるかななんて思ったりとかね。ほんで先に回れちゃいましたね。さあ、こっからが勝負ですね。うん。まあ、正直ね、何使ったらいいんだろうっていうね。で、ここで回おうと思うんですけど、前ね、100% 前ないんで、チェンジしますね。端に切り、右端に切り替えて、よいしょって言って、でもそうすると加工園が迫ってくるんですよね。で、オートちゃんも来るじゃないですか。やべえ。やべえ、前ない。さあ、今度は左だ。苦肉の策感が半端ないけど。ここで満を持してまいりますね。さあ行こう。こっからよ。むしろ誰かしらもう左上のグスちゃん狙いに行ってもよかったね。こんだけ枚数いるんだから。うん。で、行け行けーってことで、鳥類あたりが。で、ここはもう刺さってもいいから、一回オートちゃんの槍を消しに行き、これもだからもうちょっとうまくやれれば、多分結構選別できたんだろうな。これ超運頑張ったでしょ。刺さんなかったんだよ。で、ね、ゲンガン死にに行ったからね。ゲンガン
ゲンガンしっかりで相手のカウンの方が止まってくれてたんでそのまま潰せて、すげえあれだけどね。でデューティー死にそうで、ここで花公園来るじゃないですか。これ悩んだんですよね。死んでもいいかななんて思いつつどうしようかなって思って、結局確かそのまま張り付いてたんだっけな。柵だけでも壊そうとか思ったけど、でもデューティー中途半端帰ろうとして速攻死ぬ。あ、王兵帰りましたね。いや、ないしはね、噴撃とか使ってみようと思ったんだけど、まあここは一回ね、離れちゃうかなと。で、ここは一回止めて、で、王道ちゃんの死ぬ、あ、結局刺さるんかーいっていう、止めた意味しかも超死にそう。下手くそ下手くそ本当下手くそだな。やだー、もうしょうがないんで、また疑似再起の方を使います。疑似再起の方を。うん。いやー、もう、まあ、カツ持ちなんでね、これは早く帰ってくるんで、これなんとか花公園の魔の手からグッシャーを守ることができそうですね。ゲンガン、ナイスゲンガン、そう、これね、ゲーゲリ取れるからね。ね、槍も刺せる。刺さるし、刺さった後に結局これ、ちょっとつもおしんとか、なんかもう、いろいろひどい。でもこれでゲンガン落ちた後に、とりあえずデューティンがすぐに花公園に乱戦できるんで、でも兵力がないんだよな、もう。危ない。よし、花公園倒せ。で、3ゲームやけど、まあ、なんだかんだでデューティー仕事したんでね、グッシャンにワントツ入れられたからね。で、これ、花公園も倒しいのと思ったら、これ確か増援だったかな、確か。確か増援。あ、じゃない、連冠か。これで連冠使われちゃって、花公園に逃げられちゃうのかな、確か。逃げられちゃいますね。でも、そしたらそのままもう、とりあえず乱戦して、そのままグッシャン倒しちゃおうで作戦ですね。で、これでオーフェ使ったけど、これいらなかったかなー、これ。結局、カウンと渡り合えないからね、この兵力。で、そしたら、あ、やべえ、これ。カウン撃っちゃった。しもたー。そうか、でもこれを警戒してか。でも結局抜かれちゃってるじゃん。意味がない。だったらまだ超運の神速使った方が絶対強かったな。やられたー、グッシャン倒せなかったー。まずい。でもここは頑張って超運がすり抜けして、このグッシャンまでたどり着こう作戦。これならグッシャン倒せる。オッケー。これでお互い、ね、グシちゃんなしの戦い。これは超運もったいねえ。花公園倒せたでしょ。もう何してん、仕切り直すとこじゃない、これ。むしろせっかくのチャンスがもったいねえ。なぜ花公園を倒さなかったんだあそこ。いやー、もういつでも行けますわよ。で、ここで第2ラウンドがあってとこですけど、でもこれ正直もう一回舞うかって言うと怪しいとこな気がするけどね。カンウですよね。カンウ止められるのかなっていうのがすごい不安。士気がないからな。せめてこの今士気ないから、ちょっとゲンガンがしかも落ちちゃうじゃないですか、ここで。これね、カンウ止まんないですよね、これ。どうやってカンウ止めんだろうって思ってるんですよね、我ながら。しかも、あ、回り込んじゃって、逆にカンウが、みんなでカンウ止めろって大乱戦になっちゃって、逆にやべえ。15と乱戦したら死ぬわ。逃がしてもらえない。これは、フルボッコタイム入るよ。どう考えても、あのタイミングじゃなかったでしょ、回るの。いやー、そこもだから花公園倒せてればな、全然違ったんだけどな。もうぬるいですわ、いろいろぬるい。本当に振り回されてるな、いろいろと。横突デューティン、これがデューティンの底力じゃーってところを見せに行きますよ。で、花公園にドーン、で、グシちゃんドーンされちゃう。で、横から横ばい迎撃、マジかっていうね。これ、はい、これ迎撃取られんのみたいなね。割ともう絶望的な状況ですが、はい。いや、まだまくれるって思ってます。こっちの向上力の解除に不安があるけど、まあまあみんな勝つ持ちだからね。勝つ持ちゆえまだ間に合う。ここでなんとか舞台を壊滅させたい。でも超運が死にそうだ。超運頑張れ。超運ワントツだ。もうワントツだ。ああ、刺さりそうだけど、やった。さあ、まだ返せるぞ。でも、カンウが強いからな。カンウどうしようと思ってますけどね。超運は一回ちょっとだけ回復しに帰ろうかなって言って返させて、で、王兵のとこもったいねえんだよな、これ。これ当てすぎだよね、当てすぎ。もう王兵攻めよう、王兵攻めよう。
はい、公平攻めよう。もう遊んでる場合じゃない。時間がない。カウントがない、カウントが。攻め上がれ、攻め上がれ、急げ、急げ、時間がない、急げ、時間がないぞ。みんなで攻め上がれ。超運もちょっと遊びすぎた。回復しすぎた。もうそんな回復しなくてよかった。一発とずれればよかった。さあ、行け超運、頑張れ。間に合う、まだ間に合う。いける、いける、頑張れ、頑張れ。ちょっと食らいすぎたけどね。いけ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 、とつれ。あ、来た、赤公園だ。やばい。これがね、どうしよう。花公園を止めに行くべきか悩んで結局止めなかったんだけど、これね、花公園ってそんなに強かったっけっていうぐらい強、まあ強いんですよね、こうやってね、とね、うん、こっち行っちゃうんだよね。しかも超無駄、これやったら花公園止めとか絶対強かったかな。でも結局が、結局カウント的にもう入んなかったから変わらないっちゃ変わらないんだけど、ちょっとアクションが弱かったんじゃないかという感じでございます。そして負けまみた。あれみたいな。まああれですわ、完全に振り回されましたね、デッキに。というわけでいきましょう。いえ、本正解。本正解。まあ使ってみたかったデッキが使えたので良かったのですが、ちょっとね、やっぱ私にこの枚数の馬は使えないんだなというのをよーく実感できた試合でございましたね。開幕とかももっとうまくやってれば、ここ結構なんかね、舞台差を生かして、これももったいない。ここの超運ワントツできたし、もうガンガンいけたのにな。ガン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 いけたよこれ。ここなんて、ここの2体ね、潰せたし、今ちょっといろいろできたと思うんですかね。まあなんだかんだで工場は取れたと。やったぜ、これラッキーだったな。よく書いたら一発入った。ここでオート倒せたのはいいんだけど、これね、花公園まで倒せたと思うんだけどな。こういうところね。で、これでゲンガンもここでなんかちょっとカンカン運に対してやり出したりとかすると、もうちょっとやらしい子に出てたのに帰っちゃって。で、デューティンも、なんか勝つ持ちなのに、なんか勝つ持ちを使ってるようなアクションじゃない気がするんだよな。なんかほんと中途半端。で、先に回れて、で、結局ヒーヒーだから舞う場所を探していく。なんとか舞う。ここね、刺さってからのなんとかね、オートちゃん捕まえてみたいな。なんかもっとね、有利に叩く計略、まあ奮撃、奮撃かな、なんだろう、まあ、むしろ超、でも超の親族微妙やな、プラニだしね。だったら奮撃とかの方が良かったんかな。もしくはもう一層大車輪でも良かったんかな。大車輪、もっと本当に玄関の大車輪を上手に使ってれば、もうちょっといい試合運びはできたんじゃないかって気はすごくしますね。結局追い払われちゃって、結局っていうね、結局刺さるし、ね、ショーン死ぬし、で、王妃刺さるし、バカなのみたいな、もう雑種雑種対戦ね、雑種雑種対戦。刺さってからってか、もうだよね、別にデューティンどうこうじゃなくて、ほんともうって感じ、ブモーって感じで、ブモー、シューだよ。連環刺されて、まあ、ぶっちゃけね、リード取れてんだから無理することもなかったんだけどな。ここはどうせよかった。連環叩かれてたんだよね、よく考えたら。連環叩かれてて、でか、で、カンウで結局残ってた部隊が王兵と、あ、でもこれも超運いたんだよね、確か。超運、まだこれ超運の神速の方が良かったね。それだったらまだカン、まあ、止めらんなかっただろうけど、それとももうちょっと違うアクションはできたと思うんだよな。まあうん、で倒して、まあ王兵死ぬけどって、死なないか、これ逃げられたのか。で、ここはね、この後すぐ翻して超運花公園倒せたのに倒さないっていうアホやって、そうしてもうちょっと攻めてあったと思うんだよな。もうこれカウにわらわらだし、これもだから1回もうリード取れてるんだから、ぶっちゃけ大車輪の指揮残しといてね、このもうグスちゃんを大車輪でこう守るっていう、玄関を大事にするっていうプレイングしてればだいぶ良かったと思う。あとはもうね、鳥類と牛歩
デューホじゃねえ、デューキンとかをこうサイドからグッて生かして、結構やらしいアクション多分取れたと思うんだよな、枚数の有利っていう意味で。それを全然活かせなかったのは、私が完全にデッキに振り回されていたっていうとこかな。最後の方もまだこれ逆転の目がちょっとだけあったんじゃない、ちゃんとうまく立ち回れてればっていう気がしなくもないですけどね。まあ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 でも回転率の高い飛天デッキね、うん、割とありなんじゃないかなって思わなくもなかったですけどね。あとはちょっと柵を1個ぐらいはやっぱ準備したかったかなっていうところですかね。はい、こんな感じでした。お疲れ様でした。バイバイです。参加してくださった名前は言えませんが、お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ではバイバイです。